ダニは世界中に5万種以上はいると言われています。その中には動物の血や体液を吸うダニがいて、病原体を保有するダニに刺されると感染症を引き起こす危険があります。名古屋市中川区の厚田皮膚科クリニック。佐々木院長によると、刺すダニの正体はイエダニとみられます。 ただ、皮膚科の医師でも、ダニに刺されたかどうかを特定するのは簡単ではないということです。皮膚科の医師でもあの、虫刺されっていうのは分かるけど、それがどんな虫に刺されたかって、かなり推測するのは難しい、赤い発疹が出るんですけど、まあ、出るところは脇の下とか下腹部とか、太ももの内側とか、体の皮膚の柔らかい部分に、赤いかゆい発疹が出るのが特徴ですね。 蚊は服に覆われていない腕などを刺すことが多い一方で家エダニは露出していない部分を好んで刺しますネズミに寄生するダニなので再発を防ぐにはネズミの巣を駆除する対策が必要だということですドブネズミってだいたい一軒家の天井裏とか床下にあの巣を作って生きているのでもしイエダニらしい 怪しい症状があったときは、一軒家の方ですと、ネズミの巣を見つけてそれを駆除するっていうのが対策になります。一方、暑くてジメジメするこの季節、油断できない別のダニも。梅雨に入ったりして、ジメジメしたりして気温が上がると、これからそういう,こう表皮ダニっていうアレルギーを起こすようなダニは増えてくるんじゃないかな。 布団や枕などを住みかにする表皮ダニは目に見えないくらいとっても小さなダニ人を刺すことはありませんが高温多湿の環境では人間のふけや赤を餌にして爆発的に増えるといいますその死骸や糞に触ったり吸い込んだりするとアレルギー体質の方が触れたりすると 例えばアトピーの症状がひどくなったりだとか吸い込んでぜんそくの症状を起こしたりとかあとは鼻水が出る鼻炎のような症状を起こしたりとかそういうアレルギー症状を起こす原因のダニですねアレルギー疾患自体が子どもの時に症状が強くて青年期になると症状が軽くなる方も多いのでアレルギー疾患ってどちらかというとお子さんの方が多い。もうすぐ6月梅雨が近づいてきました こちらのホームセンターでは、ダニ対策グッズが売れ始めていると言います名古屋市にあるホームセンター、DCM21 ンつ田店では、ダニ対策グッズの販売数が、例年5月上旬から梅雨入りにかけ、右肩上がりで増えると言いますダニ対策グッズ、はい、こちらではどのようなものが人気なんでしょうか、はい、こちらの2つが人気になっています。はい、1つがです、ね、ダニトシート もう一つがダニ撃退スプレーこの二つが人気になっています商品名とパッケージが可愛らしいダニトリシートその名もさよならダニー使い方は一個一個切り離すことができます、はいまあ、頭の付近とあと下の方ですねこちらの方でこの上からシーツあるいはマットレスを引いていただくと、はい シートを置きおよそ2ヶ月後に捨てるだけ。何の好きなフォルメフェルモンが入っていて、1個あたりダニおよそ25万匹をごっそり捕獲してくれるといいます。これだけで発生したダニをキャッチできる。そうですね。ほお、この一手間であるんだったら簡単ですね。そうですね。<A> あの非常に簡単です。 さらにスプレーはダニが発生しそうな空間やカーペット、ソファーに噴射、手間いらずの商品です。ダニ対策のポイントは他にも。ダニを退治するとかではなくて、えー、まあ除湿をしてダニの発生を防ぐと、こういうベッドに敷いていただいてこう湿気を吸収してしまう,いうようなもの。はい ダリはジメジメした湿度の高い環境を好みます。その時に役立つのが除湿シート。敷布団やマットレスの下に敷きます。湿気を吸うとある変化が。湿気を吸っちゃうと、はい、ピンク色ですかね。はい、になってって、はい、まあ乾燥していただくとこうまたブルーに戻っていくと。便利ですね。なでピンクになったらこう乾燥させていただいて、はい、でまた使うと。 またコンパクトな置き型タイプの除湿剤も販売しています1個あたりおよそ1リットル給水可能で4ヶ月から8ヶ月使用可能だといいます暑い日がどんどん増えておりますのでこうシングをこう入れ替えるタイミングでこういうものも入れ替えていただくといいかと思います